ちょっともうやだ、野心のある顔じゃない。いくつ？38だってよ。先週東京で動産米のトップセールスに立った鈴木知事、北海道応援団会議の発足や知事公邸の廃止、鈴木カラーも徐々に見せ始める中、就任から半年を迎えました。私に与えられました4年間の任期のうちの8分の1が早くも経過をしたということであります。これまで以上に一日一日を大切にしながら仕事をしていきたいと。今後鈴木知事が下さないといけない大きな決断の一つが、 IR カジノを含む統合型リゾートの誘致の是非。鈴木知事は今月の道議会で年内に判断すると明言しました。厳しい規制が他のギャンブルと比べると引かれているということをご理解いただけたらと。誘致を進める場合の優先候補地とされている苫小牧市、今日住民説明会が開かれ、 IR の経済効果やギャンブル依存症対策について道の担当者が説明しました。IR、北海道の経済活性化にとってまたもない大きなチャンスであると考えています。基本的には賛成です。経済効果よりも大事なものだってやっぱりあるんですよ。子どもたちにね、明るいそういうキャンドルに汚れたような金を渡さないで済むんじゃないですか。強行するんであれば、4年後の選挙はどうなるか、よく考えろって知事に言っといてください。苫小牧市議会は28日に IR 誘致の推進を求める決議を採決する構えですが、市民団体は4月の市議選で争点ではなかった IR について決議するのは民主主義に反していると反発していて、別の市民団体も住民投票の実施を目指す方針です。子どもの教育環境が悪化する、治安悪化する、ギャンブル依存症の犠牲になる人が多い、なぜ市議会は決議しようとしているのか。こんにちは、トマカマイ。一方で道内での参入を目指す IR 事業者は知事の決断に期待を寄せています。事業者の一つ、ハードロックジャパンが HTB のインタビューに応じました。本当に北海道のためになるのかどうかっていうのを自分で判断しないといけない時期だと思いますし、そういう意味では時間はかかってしまっていますが、分からないわけでもないです。年内に判断を下すということであれば、大丈夫かなと思います。今週会見を開いた道経連など4団体は、 IR の経済波及効果が年間2000億円にも上ると強調し、鈴木知事にこう迫りました。知事選、私たちは鈴木直道さんのピンチをチャンスにという考え方に共鳴し、応援させていただきました。早期に誘致表明を行っていただけるよう、鈴木直道知事の強いリーダーシップを期待しているところであります。これに対し鈴木知事は、諸課題への対応方向について一定の整理を行いながら、これらを参考に IR の誘致について適切に判断をしてまいる考えであります。鈴木知事ですが、今日も誘致の是非について明言はしませんでした。道は説明会の参加者にアンケートを行ったり、無作為で抽出した道民にグループインタビューなどを行ったりして、鈴木知事の判断の材料にするというふうにしています。